広島カープ、ドジャース、ツインズでエースとして活躍している前田健太。今回はそんな前田健太の面白エピソードを50個紹介します。面白い動画になっているので最後までお付き合いください。大阪府仙北郡忠岡町出身の前田、小学3年生の頃は隣町の岸和田イーグレッツに入団していたという。監督だった今津氏は小学生時代の前田を、投手としてはコントロールが抜群、コントロールの良さは私の指導歴の中でもナンバーワンですと評している。当然、四球を出すこともほとんどなく、四球が出るのは10試合投げて1回出すかどうかだったそうで、四球を出したら、あれ、今日はどうしたと思うくらいだったそう。また野球だけではなく、水泳でも小学4年生の時にハイエーで西日本大会優勝の実績を持っており、当時から運動神経は飛び抜けたものを持っていたそう。中学時代は大阪府仙北郡忠岡町で活動を行う忠岡ボーイズに入団した前田。チームではエースとなると西日本大会で優勝し、世界大会では日本選抜として優勝 MVP を獲得している。現在東北楽天ゴールデンイーグルスで活躍している田中将大。田中が所属の宝塚ボーイズと前忠岡ボーイズは何度も練習試合をやっていて、前田も当時はキャッチャーだった田中のことをよく覚えていたと語っている。高校は PL 学園へ進学した前田、理由として OB である桑田真澄の存在を挙げている。桑田についてピッチングだけではなくバッティング、フィールディング、走塁もうまいし、全てが揃っている、ああなりたかったと語っていた。高校入学時にはもう130キロ台後半が出ていた前田は1年の夏から甲子園のマウンドに上がった。しかし初戦の日大三高に5回3失点で敗れる結果となった。2年時には一度も甲子園に出場することができず、迎えた3年、見事春の甲子園に出場する。初戦を16奪三振で完投を決めると、2回戦は投手戦を投げ抜き、準々決勝へ駒を進めることとなった。準々決勝の秋田商工戦、三塁まで進んだ前田は相手投手のモーションを見ていけると確信し、ホームスチールを敢行、見事セーフとなり決勝点をもぎ取り勝利を収めた。しかし最後の夏は大阪府大会の準々決勝で敗戦した前田。この試合で前田は満塁本塁打を放ち、桑田を彷彿とさせる活躍を見せた。2006年のドラフト会議、この年の最注目は真大苫小牧の田中将大だった。他にも道上、増渕、大峰がくじ引きとなった中、前田も注目選手ではあったが、広島東洋カープへ一本釣りされることとなった。前田は当時の心境を、評価は下の方なんやみたいなのは思った、将大には俺も勝てるとは思ってなかったけど、絶対にプロに入ったらこいつらには負けへんみたいな気持ちは持ってた、語った。ちなみにこの年には他にも坂本勇人や吉川光雄、岸孝之などタイトルホルダーが何人も誕生しており、稀に見る当たり年だと言えるだろう。入団当初は体重は70キロを切っていてガリガリだった前田。エースの黒田からは、もっと食え、太れ、と体を見られるたびに言われていたそう。広島カープには、もう一人前田姓の前田智則がいたため、前田健太は区別のために、前健と呼ばれるようになる。入団1年目の2007年はチームの方針もあり、一軍出場はなかったものの、ファームで20試合に登板し、キレのあるまっすぐとカーブとの緩急を使った投球で、5勝8敗、防御率 3.99 という成績を残した。2年目は前年限りで引退した笹岡から背番号を箱を任されることとなった前田は、1軍での出場も果たし、見事9勝をマーク。この年のオフに黒田がメジャー挑戦を発表し、前田はここからエースへの道を歩み始めることになった。笹岡からは自身の代名詞のスライダーを伝授してもらい、もともと投げていた大きな変化のスライダーに加え、小さく速いスライダーをマスターし、大きく飛躍することとなる。2008年は広島市民球場の公式戦最後の年で、最終戦となったヤクルト戦で前田はプロ初本塁打を決めると、市民球場での最後の勝利投手となった。翌2009年は新球場となったマツダスタジアムでのチームの初勝利試合を無四球完封で勝利を収めた。前年は不本意な結果に終わったため、4年目の2010年は自身初の開幕投手を勝利で収めると、15勝8敗、防御率 2.21、 奪三振174を記録し投手三冠を獲得した。史上最年少三冠獲得であり、球団史上初の快挙だった。また沢村賞にも輝き、一気に球界を代表する投手となった。しかし前田本人はこの成績を受けて、来年の目標として、僕は奪三振に興味がない、最多勝と防御率ですと冷静にチームへの貢献を語っている。そんな大飛躍を遂げた前田は、シーズン前の春季キャンプでプロに入って初めてピッチング練習で100球以上の投げ込みをしたと語っていた。前田は当時の NPB では主流だった投げ込み至上主義から一線を画した姿勢を見せている。投げ込みを行わない調整法について前田は、僕は投げ込まなくてももうフォームは固まっているという考え方なんです。プロ野球選手なので、たった2ヶ月ピッチングをしなかったくらいでフォームを忘れるようならプロじゃないと思いますと語っている。前田独自の調整法としてもう一つ有名なのが、試合前やイニング間で行う独特の体操、前健体操だ。この体操は高校2年の時に肘を痛めた際にトレーナーから、上半身と下半身の連動性の意識づけのために考案されたそう。プロ入り後は先輩たちに笑われることもあったそうだが、活躍していくにつれこれが前田の代名詞として広まっていくことになった。
翌2011年は最多奪三振を取ったものの負け越してしまい不本意な成績に終わった前田。しかし2012年には開幕早々にノーヒットノーランを達成しすぐに復活を遂げることとなる。その要因としてノーヒットノーランを達成した試合後に速いチェンジアップと遅いチェンジアップを考えながら投げている、今日はうまく使い分けることができたと語り、まだまだ進化していく姿を見せつけた。この年は防御率 1.53 を記録し、これは球団史上最高の防御率となっている。この年はチームは B クラスに終わったものの、前田を中心に大竹寛、バリントン、野村雄介、篠田純平、福井優也と全てドラフト1位で構成されたローテーションは、そのうち規定投球回数に4人が達成するという安定感を見せ、2013年以降の広島カープの躍進を感じさせる結果となった。2013年は WBC に選出された前田、田中将大との WAS で注目されたが、大会前の合宿では右肩に不安があり、キャッチボールもまともにできない状態だったそう。しかし本番となると第1ラウンドの中国戦に登板、5回1安打と不安を吹き飛ばすような快投を見せ、見事勝ち投手となった。続く第2ラウンドはアンドリュー・ジョンズやバレンティンなど強打で注目されているオランダ戦、前田はここでも5回1安打無失点に抑えて日本を 16-4 と大勝に導いた。準決勝のプエルトリコ戦に敗戦したものの、前田自身は5回を1失点と好投、結果3試合に先発し2勝1敗、防御率 0.60 という安定した投球を見せた。あんまりボールが苦にならなかった、それがプラスに働いていい結果が出た、多少はいつも通りいかなかったけどそれはそれで楽しめたというか、いつもと違うボールを投げられる喜びがあったと好投の要因としてボールへの順応を語っている。シーズンに入ってからも好調をキープし続けた前田は2年連続となる最優秀防御率に輝く。しかしこの年の契約更改で単年契約を結び、メジャーへの挑戦への意欲を見せた。昔からメジャーへの憧れはあったが国際大会に出たことがなかった、 WBC で結果を出せて気持ちが強くなったと挑戦への決意について語っていた。メジャーへの意欲を表明してから2年後の2015年、この年最多勝となる15勝を挙げて2度目の沢村賞を受賞した前田は、オフにポスティングを使用し念願のメジャーリーグへ挑戦することになる。獲得した球団は3年連続で地区優勝を果たしている強豪ロサンゼルスドジャースだった。しかし契約内容は異例の年俸3億8000万円の8年契約、先発数やイニングに応じた出来高ではあるが、先発登板数など起用法に関する契約上の縛りはなし、オプトアウトなし、トレード拒否権なしという非常に厳しい内容だった。出来高払いに関しても開幕ロースター入り、32試合先発、200イニング投球達成でようやく1315万ドルを手にすることができる計算となる。達成できたとしても田中将大の年俸2200万ドルの足元にも及ばないこの契約は、 MLB 選手会からも契約内容を問題視されてしまうほどであった。ただこれは前田の身体検査の結果、肩と肘に異常があったことにより足元を見られた結果で、なんとか契約にこぎつくことができた前田は不安は全くない。ただそんな中でも契約を長きにわたってしてくれ、その恩をしっかり結果で返したいと喜びを語っている。メジャー1年目の2016年4月6日にパドレス戦で初登板初先発を果たすと、6回を被安打後奪三振4、自責点0の好投で初勝利を飾る。打っても2016年チーム初本塁打を左翼席へ運び、投打での活躍で衝撃のデビューを飾った。試合後に PL 学園の4番なんでと語っていた。このミスタートを切った前田は、故障者が続出した投手陣の中先発ローテーションを死守し続け、チームトップの16勝、防御率 3.48 と4年連続地区優勝を果たす原動力となった。この成績により前田はほぼ満額の出来高を手にすることとなる。16勝は過去に石井和久が記録した14勝を抜くドジャースの新人としての新記録で、新人王も期待されたが、チームメイトのコーリー・シーガーの活躍により惜しくも受賞は逃すこととなった。それでもメディアは今季のドジャースでチームトップの数字、同じ日本人の野茂英雄以来となる素晴らしい数字だと賞賛を送った。2017年、前田は怪我もあり前半戦は中継ぎへの配置転換も経験する。しかし中継ぎで普段の投球を取り戻すと、後半戦には先発へ再転換。新球種であるカットボールを武器に13勝をマークし、5年連続の地区優勝、そして29年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献する。この年には1月にダルビッシュ有がドジャースへ加入し、このことも前田の復活のきっかけになったのかもしれない。前田とダルビッシュは師弟関係ともいえる間柄で、 NPB 時代に交流戦で打席立った前田に対し、ダルビッシュは全ての球種を惜しげもなく見せたという。これにはこれからの球界を前田に任せるという意図があったそうで、そこから2人の交流が始まったそう。前田は2年のメジャー生活を終え、日本の先発は週6日の登板間隔で少なくとも7回、できれば最後まで投げるというのがノルマだが、メジャーは週4日と登板間隔が短いが、100球以内で投げられるところまで投げるというのが先発の仕事とされている。ペース配分も当然変わってくる、その中で最適な投げ方を模索してきた2年間だったと語っている。3年目は先発として前半戦で6勝を挙げる安定感を見せた前田だったが、火の車となったブルペンを助けるため後半戦はセットアッパーへ転向。抜群のコントロールを見せ、3年連続のリーグチャンピオンシップシリーズへの進出へ導いた。入団してから3年連続の進出は日本人選手では初の快挙となる。
この年の7月に大谷翔平と初対決を迎える。試合前に第2子の出産に立ち会った前田は、ほとんど寝ていない状態にもかかわらず、大谷を2打数無安打1三振と完璧に打ち取った。試合後、大谷は寝ずに投げたのに、手も足も出なかった。どうしようもないと苦笑いで語っていた。シーズンオフにはアメリカ代表として日米野球に選出される前田。3年ぶりとなったマツダスタジアムに登板した前田は、すべての球種というのがレベルアップしてきていると思う。しっかりとバッターを抑えることができて0点に抑えられたことが一番、成長した姿を見せられたと思うと久々の凱旋登板を振り返った。メジャー4年目となる2019年も先発投手として活躍した前田。シーズン終盤はプレーオフを見据えてリリーバーへ転向はあったものの、シーズンを通し10勝ちをマーク。安定した活躍を見せた。この年、昨年完璧に打ち取った二刀流大谷から打球速度174キロの弾丸ライナーで本塁打を決められたが、打撃自慢の前田も負けじと、7回12奪三振を決めたパドレス戦で、メジャー初のマルチ安打を記録している。2020年前田はネソタツインズへの電撃移籍が決まることとなる。これは他の日本人選手にとっても衝撃だったようで、ダルビッシュ有のマエケンツインズというツイートに田中将大はと衝撃をつぶやいている。その後はダルビッシュが田中カブスとフェイクニュースをツイートし、ダル絡みをしていた。2020年はコロナの影響で7月からの開幕となったが、変則的な日程でも前田は好投を続け、11試合に先発し6勝を挙げ、地区優勝へ大きく貢献。惜しくもサイヤング賞は受賞はならなかったが、日本人最高の2位にランクインした。メディアもケンタ前田のトレードはツインズ史上最高のトレードの一つだと称賛した。2021年は初の開幕投手を任された前田。しかし、シーズン途中に肘の故障でトミー・ジョン手術を余儀なくされ、翌2022年はリハビリに費やし一度の登板もなかった。35歳となる2023年は1年契約の最終年となる。591日ぶりの復帰は果たしたものの、一時期は122億8000万円の価値があると称された前田が、シーズン終了後に相応の評価を受けられるよう、メジャー3回目の規定投球回入りを期待したい。今回は前田健太氏の面白エピソードを50個ご紹介いたしました。皆様はどのエピソードがお気に入りでしたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録だけでいいので、チャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。